情で叱ってしまうっていうのがあると思います。私はあります。それでそれはもう考えてるものなくて、私何やってんのってもうすごい私はもうこう烈火のごとく怒っちゃうんですけれど、その時になんで私はこんなに怒ってるのかしらって、後で冷静になるんですけどね、どうやらいじめに関わる時、複数で一人の子をいじめようとしている時、それから5歳児にもなると、やっぱり目を盗んで何か悪さをしようとする時、それからお金をそっと、お金に興味がありますからね、5歳のお金をそっとどっかから取ってきちゃうって、そういう時は私は烈火のごとく何やってんのって怒ります。でずっと前ね、もうずいぶん前なんですけど、5歳児のリーダーシップを取れる女の子が、えっちゃんなんか来なくていいんだからっていうのが耳に入っちゃったんです。でも私はそういう時はカーッとなっちゃって、もうちょっと来なさい、どの子も喜んでくれるリンゴの木にしたかった、なのにこんな風に誰が来なくていいとか、そんなの私は許せないってすごい怒っちゃったの。すごい怒っちゃったらね、子供たちはなんかその仲間プルプルってなって、でその時私は実は怒るとお腹が空く人なのね。腹を収めるっていうのは、なんか食べると腹が収まるわけですよ。だからお弁当をバクバク食べ始めたら、子供たちがお腹空いちゃったの、おいしい、いわゆる機嫌を直してほしくっておべっかを使いに来るわけですよね。でその時私もちょっと気が収まってから、なんであんなに怒ったか話します。私はどの子も喜んでくれるリンゴの木を作りたいと思っていたけれど、こんな風に仲間が仲間をいじめるっていうのは私にとってはどうしても許せない。今日はそのいじめた子にあなたのことを叱ったけれど、もしあなたがいじめられてる側だったら私は絶対守るよっていうような話をしたんです。でこれがね、分かったか分かんないかっていうのは分かんなかったんですけどね、その子が中学になった時、うちは一緒にキャンプに行ったりしてるもんですから、中学になった時にその子が、昔すごく怒ったよねって言うから、うん、怒ったね、でもさあの時さ、なんであんなに私が怒ったかちゃんと説明したよねって言ったら、その子がね、あの時は怖すぎて分からなかったって言ったんですって、と思ってがっかりしたんですけれど、その子は実は中学に入った時にちょっといじめにあって、今分かるって言ってくれたんですね。私やっぱり私として許せないこと、それを感情でぶつけるのも私はありだと思っているんです。だから、叱らなきゃいけないかいけなくないかっていうことよりも、思わず叱ってしまうっていうこともあり、そしてやっぱり本当の怒りとか本当の涙って子供にちゃんと伝わっていくなって私はその時思いました。